今後100年以上見られない宇宙現象、あなたは今後100年以上見られない奇跡の天体ショーを知っていますか？これを見逃したら、次に見られるのは100年後。いや、もう一生見ることができないかもしれません。今回は、今後100年以上見られない貴重な宇宙現象を紹介します。2134年のハレー彗星の接近。ハレー彗星が次に地球に再接近するのは、2134年。前回1986年の接近時は地球から遠かったため、肉眼では見づらかったですが、2134年には非常に近く、圧倒的な輝きを放つと言われています。しかし、2134年まで生きるのはほぼ不可能。つまり、私たちはもうハレー彗星の美しい姿を目にすることはできないかもしれません。2084年の金星の日面通過。金星が太陽の前を横切る現象。金星の日面通過は次回2084年。これを見逃すと、次は2252年まで観測できません。前回は2012年に発生しましたが、見た人はラッキーでした。2117年の大火球流星群。2117年には驚異的な火球流星群が地球を横切ると言われています。これほどの規模の流星群は数百年に一度。流れ星が夜空を埋め尽くす光景はまさに神秘的な宇宙のショー。しかし、私たちがこれを目にすることはできません。2100年の巨大彗星の接近。現在の観測データによると、2100年頃に未知の巨大彗星が地球のそばを通過する可能性があります。これがどのくらい明るく輝くかは未知数ですが、地球の夜空を覆い尽くすような壮大な光景になる可能性も。ただし、2100年ほとんどの人がこの光景を目にすることはないでしょう。2123年の皆既日食。次に日本で最も見やすい皆既日食が起こるのは2123年。皆既日食は数十年に一度ありますが、ベストな条件で観測できるのは100年以上先。これほどの天文ショーを見られるのは未来の人類だけです。宇宙は気の遠くなるようなスケールで動いています。私たちの一生で見られる天体ショーは限られていますが、今この瞬間にしか見られないものを大切にしましょう。もしこの動画が面白いと思ったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。宇宙の神秘をもっと知りたい方、ぜひ次の動画もチェックしてください。